軍出身の女子プロゴルファーである日本女子プロゴルフ協会での登録名はサルジエ。全米女子プロゴルフ協会ツアー参戦時に最終ラウンドで強さを発揮することからファイナルラウンドクイーンと呼ばれていた。四世代学校卒業。父親の勧めで11歳でゴルフを始める。中学3年だった2003年11月、新里試合を ゴルフ練習場へ送り、車で帰宅途中の母が交通事故で死去。同乗していた弟と妹も重傷を負った。2005年4月に日本で開催された日韓対抗中学高校生ゴルフ選手権優勝。同年9月には韓国女子プロゴルフ協会ツアー s k ンクリーン招待でアマチュア優勝。 プロテストが免除され、同年11月に同会に入会した。2006年クループがツアーメジャー大会、韓国女子オープンでプロ初優勝。これを含めて3勝し、新人賞と賞金女王に輝く、他にアジア女子ツアー1勝。2007年クループがツアーメジャー大会、キロバイト国民銀行スターツアー第4戦優勝。これを含めて9勝し、 二年連続の賞金女王に輝く、他にロックド一勝。同年から全米女子プロゴルフ協会ツアーにスポット参戦を始める。2008年シーズンはクループガツアーで7勝を挙げ、三年連続の賞金女王に輝く。この7勝には当時3大会であったクループガのメジャー大会の優勝があり。 クルプがツアーで年間グランドスラムを達成した初の選手となる。同年、日本女子プロゴルフ協会ツアーにおいては、横浜タイヤ PRGR レディスカップで初優勝を果たす。これは、自身の同ツアー初出場であり、横峰桜との4ホールのプレイオフを制しての優勝であった。同年12月ジェルピーガに80期生として入会。 同年、ルプがツアーにおいては、ゼニエリ高女子オープンで、同ツアー初優勝を、メジャー大会で飾ったほか、水野クラシック、アット選手権でも優勝した。2009年は、ルプがツアーの会員となり、HSBC 女子チャンピオンズで優勝するなど、ツアー3勝、同ツアー新人賞と、賞金女王に輝く。ジェルピーがツアー1勝。 ロレーナ・オチョアの引退に伴い、2010年5月3日付、女子ゴルフ世界ランキングで自身初の1位となる。同年ループがツアーで2勝、ジェルピーがツアー1勝。同年クループがツアーメジャー大会、クループが選手権で優勝。この優勝により、プロとして、同ツアー通算20勝となり、クループがツアー A 級シードの資格を得た。2012年9月の、キングスミル選手権で、 ポーラクリーマーとの2日間9ホールに及ぶプレイオフの末、2年ぶりのツアー優勝を果たし、翌週のメジャー大会、ゼニエリ公女子オープンも優勝した。2013年シーズンを最後に、ルプがツアーのツアーカードを返上。2014年から、ジェルピーがツアーを主戦場とし、同年4勝を挙げ、年間獲得賞金ランキング4位。 2015年6月にスリーボンド所属となったことが発表された。同年は公式戦、ループがツアーチャンピオンシップリコーカップを含む参照を上げ、賞金ランク3位。同年グループが電動入りを果たす、2007年の僕、セリに次いで3人目の入会となった。2016年 j p がツアー参照で、賞金ランク2位。2017年度ツアー2勝で、 賞金ランク5位。2018年は、ジェルピーがツアー、ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ、日本女子、プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯、ループがツアーチャンピオンシップリコーカップと公式戦を参照。同一年に公式戦参照は、ジェルピーがツアー史上初であり、これにより2019年から2025年までの7年にシードを得た。 同年はもう一試合優勝があり、計4勝で、賞金ランク2位。2019年6月のアースモンダミンカップで、初日から首位を譲らない完全優勝でこのシーズン3勝目を挙げる。この優勝により、ジェルピーがツアー通算獲得賞金が9億円を超え、出場188試合での達成は、史上最速となった。同年は、 同ツアー賞金ランクは3位で終えるが年間平均ストロークで同ツアー史上初の60代となる69.9399を記録した2020年は新型コロナウイルスの世界的流行の影響でジェルピーがツアー開幕が大幅に遅れたことと自身が母国へ帰国中に日本政府が コロナ対策として外国人の入国制限などを行った影響で10月まで来日することができなかった。その上に古傷の左肘痛と右手首腱の痛みが悪化したことから母国でクリーニング手術を受けるなどゴルフからしばらく遠ざかることにもなった。このような状況で2020年日本女子オープンで今季初出場すると3戦目となった富士通レディースで 最終日に、同胞の後輩であるペソヌとの優勝争いを、制して、今季初勝利を、ジェルピーがツアー通算23勝目で飾るとともに、優勝賞金1800万円獲得により、アンソンジュが保持していた253試合を抜いて、ツアー最速となる207試合目で生涯、獲得賞金10億円を突破した。2009年、HSBC 女子チャンピオンズ本校は、 試合新バイオループガに基づく、大会名は開催当時で表記し太字は、メジャー大会である本校は一部を除き、サルジエプロフィール詳細の生涯成績、記録に基づく、大会名は開催当時で表記し太字は、公式戦である本校の成績はサルジエツアー、成績の、各年度に基づく。ありがとうございます。